乾燥のパセリ、お好みでパルメザンチーズ、これでナポリタン焼きそばパン完成です。はい、焼きそばパンの焼きそば麺、まず準備段階で袋のまま包丁で切れ目を入れます。そのまま縦に押すだけだと袋も切れずにこのまま使えます。こんな形です。オリーブオイルを大さじ1杯で麺を炒めていきます。先ほど切れ目を入れた焼きそばですね、お湯を少々、いかがでしょうか。はい、焼き目がついております。こちら側、反対側も焼いていきます。はい、裏面も焼き目がついております。ではここにナポリタンソース、1人前の 30ml 目安に入れていきます。はい、水分が飛んで照りが出たら、これを皿に移しておきます。パンに炒めたナポリタン焼きそばを挟んでいきます。はい、焼きそばを挟みました。ここに、はい、マヨネーズをトッピングし、オーブントースターで焼いていきます。乾燥のパセリ、お好みでパルメザンチーズ。はい、これでナポリタン焼きそばパン完成です。